ます。お客様、何名様でしょうか。一名様、はい、ありがとうございます。お荷物のお使いされたら今日も、はい、それでは空いてる座席の方へご移動お願いいたします。それでは本日担当させていただきますレジと申します。よろしくお願いします。本日どういった髪型にしたいとかありますか。はい、というイメージで、はい、あ、なるほど。ちょっともう少し爽やかな感じにしたいんですね。え、なるほど。あれですか、当店の破壊と再生サロンはお越しになったことありますか。初めて。はい、とても破壊と再生をコンセプトに、やってるサロンでして、今の自分を破壊してさらに新しい自分に出会えるといった、コンセプトでやっています。なので今のそうですね感じだと結構派手な髪型スタイルですね。なのでここから少しちょっと爽やかな感じに今までの自分をなくしてやっていきたいって感じですよね。なるほど、わかりました。髪型で言うとどういう髪型がいいなとかってあります。あ、なるほど。今ちょっとウルフ寄りなので、まあもう少し、はい、あ、なるほど、ちょっとショートっぽい感じで、わかりました。それでは少し髪の状態見ていきますね。失礼いたします。ですね、まあ普通の髪、普通です、はい、あ、普通がいいじゃないかってことですか。いや、ちょっと破壊と再生をまあやっぱやってないなっていう方の髪質ですね、これは。はい、あ、わかりますね、見ただけで。まあ、なので結構まだトリートメントとかもやってないよみたいな状態ですかね。わかりやすく言うと、はい、トリートメントとかすると、まあ、髪質で変わってきるじゃないですか。え、そんなイメージで赤いタサイス丸やってないんだろうなっていう感じですね。なので赤いタサイスここからまあ分かりやすく言うとダメージを与えていきます。いい感じに破壊して、でそこをまあバッサリと切ったりとか、まあ、何かしらの切を行って再生していくよっていう感じで、そうすることによって壊して破壊するんで、まあ、新しくなりますよね。ここまでは起こります。そうです。なのでしっかりとまず蓄積、ダメージの蓄積ですね。ダメージを蓄積して後にしっかりと変えていくよっていう感じでやっていきます。まあ、それでまずダメージを稼いでやっていきましょう。まずはこちらのねハサミを使っていきます。これ見たことあります。あ、そうですね、この辺はまあ多分普通の素人の普通の美容師じゃ使ってないハサミですね。切れない、はい、切れないハサミです。なのでこれをフェイクカットって言うんですけど、フェイクカットでまずこれフェイクです、切らないです。切らずにここで、摩擦ダメージとかを稼いでいくっていうイメージです。はい、フェイクカット、そうですね、これ結構毛先とかにダメージ入るんで、こういった風にまず様々な施術を行ってダメージを稼いでいこうっていう感じです。髪質で、ああ、なるほど、やっぱちょっとパサつくと
そういうのがあるんですか。髪の毛結構分かりですもんね。そうですね、結構パサついたりするっていうのは、まあ簡単に言うとね、パサつきは結構いいです。でも正直破壊と再生っていう観点で言うと破壊されてるから、まあ、パサついてるんですね。はい、なのでそこをまあ切ってあげると再生です。これも自然破壊、そうです、自然破壊を行っているってことなんで、自然破壊もまあまあ悪くないです正直。はい、まあ、自然破壊のしすぎもまあ結局まあ良くないんですけど、そのバランスなんですね。基本的に世の中と一緒です、何事も。その破壊と再生のバランス、そこが結構大事ですね。じゃあちょっと溶かしていきますね。こういった感じで、あ、そうですね、あ、さっきのですか、溶かしてなかったとこですか。あ、まあ、あれはフェイクブラシです。はい、フェイクですね。はい、まあ、何結構まあ、スポーツとかでもフェイクって結構大事ですよね。はい、こっち行くと見せかけて行かないみたいな、そういう駆け引き結構あると思うんですね。でフェイクが上手いとやっぱ点数決められたりとか、はい、しますんで、まあ、フェイクって結構なかなか悪いもんじゃないです。偽物的なフェイクは良くないんですけど、ペイントのフェイクの方は結構いいんで、まあ、取り入れてますね当店では。はい、フェイクブラシ、そうですね。なんでお客様、まあ、日頃ね生きていった上でちょっと、まあ、駆け引き的なとこって多分生きてるとあると思うんですよね。はい、これそのままストレートで生きていくのか、ちょっとフェイントかけてみようかなみたいな駆け引きあると思うんですよね。はい、まあ、そこで、まあ、一旦やっぱフェイク入れてみて、まあ、様子を見て見た上での判断、一つの判断材料になりますからね。はい、この反応をした場合どうなんだろうって、まあ、そういう感じでやってます。それでは、続いてはね、一旦普通にスタイリングを作ってやっていきます。まあ、ここら辺は普通の素人の美容室と一緒の工程です。普通に髪の毛を切って、まあ綺麗なスタイリングにするよっていう、まあ普通のカットいわゆる、はい、をやって、まずそうです、今ちょっと長いんでそこら辺を切っちゃって、ある程度その土台を作っていこうかなっていう感じです。ちょっと切っちゃいますね。はい、今何してるか分かります。はい、フェイクです。そうです、まだ切ってないです。でちょっとしっかりと切っていきますね。しっかりとフェイクを入れてから、まあ、切るっていう感じで今回やっていきます。はい、そうですね、あ、まあそうなんですよ。一回フェイクをやることによってやっぱその髪の毛の立場だって考えてもらうとあれなんですけど、あ、切られるなって分かってたら、まあどうぞ切ってくださいって感じだと思うんですけど、あ、このタイミングで切ってくるんだっていう感じになるとね、予想してないんで、髪の毛側は、はい、予想してないんで、うわ、ここでちょっと本当だったらちょっとダメージをね与えてやっちゃおうみたいな感じかもしれなかったところをあえて裏切るっていう感じができますんで、まあ結構何事も物の見方であって、そうです、どういう観点から見るかっていうとこですね。自分の主観から見るとあれこれ間違ってないみたいなものってあると思うんですけど、それを逆にちょっと相手の立場に立って考えてみると、あ、そういうことかって意図があったりとか、まあ理解できたりとかする場面で多分あると思うんです。これ人生と一緒です。なので相手の立場、もしくは自分髪の毛の立場になって考えてみる、それにね世界が変わりますね。はい、この破壊と再生皿も世界が変わるっていうところもコンセプトがありますんで、そうです、破壊と再生後の世界っていうのはなかなか新しいものがありますんで、新しい世界に出会えるかなっていう感じですね。今までの自分をそのまま生きていくことも結構大事です。はい、自分の芯を持ってねそのまま生きていくっていうのは結構大事ですけど、それがちょっと、まあ、別のエッセンスを入れることによってまた新しい世界になりますんで、そういう感じですね。はい、続いては僕にしかできない技はねちょっといくつかあるんですけど、その定番をちょっとお見せしようかなと思います。次はカットなんですけども、はい、他の普通の
サロンでは、ね、味わえないカットでやっていきます。まあ結構うちのお客様は結構知ってるんですけど、定番で、はい、ファイヤーカットです。はい、ファイヤーカットでやっていきます。こうじりじりじり毛先に結構ダメージを稼いでいくイメージでファイヤーカットです。そうですね、結構ファイヤーカットでダメージをやっていきますね。これ結構効率いいですね、ダメージ効率が。はい、なかなか火は結構いいですね。はい、まあこれを身をま、真似をしちゃうとね、結構大変なことになりますんで、しっかりとその知識のある方がやらないと危ないんでね。はい、僕結構これの修行結構海外で積んできたんで、まあ、ギリギリできるかなっていう感じですね。続いては先ほどのファイヤーカットの分を再生していきます。失礼いたします。しっかりとやっぱオイルとかそういったものを使うと、再生の効率がすごく高いですね。なので先ほどのダメージを稼いだところをこういったものを使用して、再生を行っていきます。続いてはまあ僕にしかこれはまた使えない技、新しくもう一個ね習得したんで、まあ、それを使っていこうかなと思います。そうですね、これはまあちょっと僕が完全オリジナルで編み出した技で、そうですね、ちょっと降りてきたっていう感じですね、その技が。なんでそれをちょっと今回やってカットですね、やっていきます。それでは、続いては葉っぱカッター。あ、そうです、この自然の葉っぱの力を借りてカットしていく技法ですね、これは。はい、まあ、普通の、まあ、素人がやると、まあ、普通に葉っぱなんて切れないです、もちろん。ただなんかわさっと撫でるぐらいの勢いかなと思います、ね、なんですけども、まあ、特別に習得をして、まあ、僕が完全オリジナルで、ね、習得した場合しっかり切れます。いい感じです。いい感じのデザインになって、結構新しいかなって感じがしますね。まあ、普通のハサミとかで切るよりも、ランダム性がありますね。切れ具合によって、そのランダムのいびつさが逆にいいかなっていう感じですね。まあ、ここは結構新しい自分に出会えるっていうポイントではあるんですけど、まあ、ハサミでこう切る分には全然全てが綺麗じゃないですか。これは簡単なんです、正直。はい、誰が切っても綺麗なんで。なんですけども、まあ、こういったランダムでね切ることによってあえてね普段とはちょっと違った世界が見えるかなっていう、こういうところがまた破壊と再生サロンのまあ良さといいますか、ね、ここのちょっといい感じのアンバランス結構いいですね。ちょっと見ていきますね。あ、まあ結構いい感じにダメージを稼ぎてきていますね。まあ、ちょっと量多いんで量取りますか。そうですね、じゃあ続いてスキバサミで、これはまあ素人の美容室がよく使うスキバサミです。髪の毛の量を取るっていう感じですね。まあ、これはね、まあ、僕全てがオリジナル技ではないんです。こういった風にまあ素人も使うようなところも使ってやってきます。そうですね、まあ、そのいいものはいいね。そうですね、やっぱその固定概念というかその先入観とかあんま良くないんで、いいものはいいんで、はい、使ってみて、まあ、それと合わなければ合わないっていうスタイルがいいんじゃないかなと思います、ね、生きていて、失礼します。あ、わかりました、フェイクです。はい、今のはフェイクです。ちょっとさすがに学んできましたか。成長度合いがやばいですね。お客様結構早いですね。はい、もしかして
アップするやつとか。ああ、やっぱそうですよね。経験値 1.2 倍とかになってそうな感じはしますね。はい。Yeah.
YouTube で出会えたのかなと思います。はい、じゃあこれでカット終わりですね。はい、で当店シャンプーちょっとセルフサービスなんで、はい、あちらで、はい、シャンプーお願いします。はい、お疲れ様でした。ちょっとタオルで拭いていきます。強さ大丈夫ですか？かゆいとこありますか？大丈夫ですか？はい、かゆければ教えてください。はい、それではちょっと乾かしていきます。摩擦で、迷ったりとかすることもあると思うんで、その場合また破壊と再生サロンにお越しください。